スイングテンポが速くなってしまいますというご質問をいただきました。スイングテンポが速くなってしまう原因としては、手よりヘッドが動く量が多くなっていくとスピードがどんどん速いイメージになっていきます。で、どのポイントで一番速くなりやすいかというと、テイクバックからクラブをこの上方向に上げていくというか、向きをこの動きの向きを変えていくときにみんな速くなってしまいます。この位置でコックを入れたり、あとはクラブがこう開いていったりするとヘッドの速さが増してしまいますので、この上げる瞬間が一番皆さんスピード感が出やすくなってしまいますので、まず注意点としてはあまり手首を動かさないっていう、この辺りで手首を動かしていかないっていうことと、あとは腕を少し楽に緩めてあげるような気持ちを持つということですね。そしてもう一つは、逆にスピード感的にここら辺で加速しているような人は、ここで少しトップに向かって減速していくようなイメージがあって、 そしてダウンスイングに入っていけるようなイメージが必要になります。そうしないと勢いで奥の方に入ってそれを引き戻すっていう動作になってしまいますので、そうなってくるとスイングのタイミングがどんどん難しくなってしまいますので、スピード感としてはこのトップでスピードが上がってしまう人は、なるべくこの上げるクラブが上がっていく段階の時にいかにスピードを殺せるかっていうのを考えてバックスイングをしていただくと、安定したダウンスイングにつながりやすいので、そこを注意してみてください。いつも動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。